文字港築園系文字港地区の風景文字港、レトロ地区の町並み文字港は、福岡県北九州市文字区の文字港駅を中心とした地域、文字区の中心市街地である。北九州市文字区北部の関門海峡に面する北九州港を構成する地区を中心とした市街地の名称。観光地としても有名で、海沿いの倉庫郡や歴史的建造物など、 古い港町の雰囲気を感じることができる地区である。地区の名称は港としての文字港がある地域であることと地区の交通拠点である文字港駅に由来する。1889年11月に文字港が国の特別輸出港に指定されて以降、金融機関や商社、海運会社の支店が相次いで進出し、外国航路の拠点及び貿易港として発展した。 また、関門海峡を横断するトンネルや橋は、まだなく関門連絡線の発着地であったため、九州の玄関口としての役割を果たしていた。しかし、1942年7月に関門鉄道トンネルが開通し、文字交易を経由せずに本州との行き来が可能になったことや、戦後、中国などの大陸貿易が途絶えたことなどにより、急速にその地位を失っていった。 1988年に文字工駅舎が国の重要文化財に指定されたことを契機に、地区内に残る歴史的建造物を活かした観光地としての整備が行われ、文字工レトロとして1995年3月にグランドをオープンし、現在は年間200万人以上の観光客を集めている。文字工地区の範囲にはっきりとした定義はないが、 文字港レトロ観光ちづくりプランに範囲が示されている。追松町、清滝、旧文字、小司町、境町、西海岸、西木町、浜町、東本町、東港町、東文字、本町、港町、若め狩り文字港レトロ地区の現状と課題の整理、平成20年7月、ありがとうございます。